2022年4月24日のロッテ対オリックス戦に先発したロッテの佐々木朗希に対し、詰め寄り騒動で大きな問題となった白井一行球審。この騒動で野球ファンだけでなく世間も賑わせた白井球審ですが、過去には白井球審をめぐる多くの騒動が起きていたことをご存知でしょうか。今回は白井球審をめぐる騒動をご紹介していきたいと思います。誤審で栗山監督を退場。2013年5月25日に阪神甲子園球場で行われた日本ハム対阪神の交流戦では、日本ハムの栗山監督が激怒する騒動が起こりました。白井球審の判定で栗山監督が激怒したことを覚えている方はいらっしゃいますか。この試合0対0のまま迎えた5回表、5番打者に抜擢された大引刑事がレフト線ツーベースを放つと、バントと相手の意表をつくスクイズで1点をもぎ取り、試合の均衡を破った日本ハム。勝利目前の9回裏に日本ハムは武田久志をマウンドに送ると、先頭打者浅井亮に投じたボールがグリップエンド近くに当たってしまいます。するとこの投球を白井球審はファールボールではなく四球と判定。ところが浅井は全く痛がる素振りを見せなかった上、投球はグリップエンドに当たったかに見えたことで、栗山監督はすぐにベンチを飛び出し白井球審に抗議へ向かったのです。四球判定に納得がいかない栗山監督は白井球審に顔面が接触しそうなほど近づき、あの場面で痛がることがない四球がないと主張しました。しかし栗山監督の主張を全く聞き入れない白井球審に、審判やめろと言ったことで、およそ2分後栗山監督は就任2年目にして暴言で初めての退場処分を受けることになったのです。解説者も浅井の態度を見てもグリップエンドに当たってファールという感じに見えますけどねと白井球審の判定に困惑するしかなかった今回の騒動。結果指揮官を書いた日本ハムは直後にピンチがどんどん拡大し、まさかの逆転サヨナラ負けをしてしまいました。試合後に栗山監督は、自分はそうと思ったから伝えただけ、痛がらない四球は見たことがないし納得いかないものはいかない、でも結果的にやられたのは俺の行動、思ったことを伝えたけれどチームが負けて選手たちに申し訳ないですとコメント。白井球審の判定に苦言を呈しつつ自身の行動を反省するなど、栗山監督は最後まで興奮が収まることはありませんでした。軽く接触したヘルマンを暴力行為で退場。2015年7月20日に京セラドーム大阪で行われた西武対オリックスの試合では、わずか3球でエステバン・ヘルマンが白井球審から謎の退場処分を受けてしまう騒動が起こってしまいました。この試合ヘルマンは1番サードでスタメン出場すると、1回裏に西武の先発岸孝之との対戦を迎えます。その後岸がヘルマンに投じた初球が外角低めの際どいコースながらストライクに、続く2球目も真ん中付近へのストライクとなり2球で追い込まれてしまったヘルマン。するとカウントノーツーから岸の投じた3球目は内角の際どいボールになり、ヘルマンは自信を持って見送ります。ところが白井球審は3球目もストライクと判定し、ヘルマンは3球三振に倒れてしまったのです。投手後方からのスロー映像が流れると、ベースを通過していないように見えたこのボール、スロー映像を見た実況が厳しいところですねと言うと、解説も正確にはボールには見えるんですけどねと白井球審の誤審を指摘したのです。三振直後ストライク判定に納得いかないヘルマンはエキサイトし、白井球審に抗議するもコーチらに促されベンチへ引き下がりました。ところが白井球審は突然球場のマイクを手に取り、ヘルマン選手を暴力行為で退場といたしますとアナウンス。実はヘルマンは見逃し三振した際に白井球審に詰め寄っており、その際に軽く接触していたことが退場処分の原因となったようです。軽く接触しただけで暴力行為での退場宣告には実況も解説も驚きを隠せませんでした。離団モーションの反則投球と宣告で監督激怒。2017年8月24日にヤフオクドームで行われた西武対ソフトバンクの試合では、現在メジャーで活躍している菊池雄星が白井球審の騒動に巻き込まれました。彼が白井球審に指摘され、辻監督も激怒した騒動を覚えている方はいらっしゃいますか。この試合で問題が起こったのは、西武の先発菊池が初回に先頭打者の川島慶三へ投じた初球でした。菊池が川島に対して投じた初球、高めの直球で空振りを奪ったものの、なんと白井球審から反則投球が宣告されたのです。この時菊池が宣告された反則投球が、右足を上げる際に一度静止して再び上げる二段モーション。その後白井球審の指摘を受けた菊池は結局ストレートのフォアボールで川島の出塁を許してしまったのです。続く打者今宮健太にバントを決められ、柳田悠岐にはレフトフェンス直撃のタイムリーツーベース、デスパイネにはライトスタンドに29号ツーランホームランを打たれ、この回3点を失った菊池。味方が1点を返しましたが、2点差となった2回にも反則投球の動揺が隠せ
なかったのか、今宮にスリーランを被弾するなど調子を取り戻すことができませんでした。結果菊池は初回2回の乱調が響き、自己ワーストタイの3回7失点で KO されることに。試合後責任審判の佐藤一塁塁審は菊池の反則投球について、一連の動作ではなく右足の段がついているとコメントし、4月からの映像は見ているが明らかに違うと指摘。一方の辻監督はいきなり取られた、他の試合でも取っているのかとジャッジに不満げな態度を見せ、菊池は前よりも右足の上げ幅を小さくしている、あれを取られたらみんな取られると、白井球審の判定に激怒したのです。大乱調で6敗目を喫した菊池も、今回は反則投球以前の問題、力不足としながらも、言いたいこともあるけど我慢して前に進みたいと白井球審の判定に不満を漏らしたのでした。金本監督に威圧的な態度。2018年4月12日に阪神甲子園球場で行われた阪神対広島の試合で行った白井球審の行動は多くのファンに批判される事態になりました。この試合1点ビハインドの広島は2回表にメッセンジャーから下位打線の連打でチャンスを作り、勝ち越しタイムリーを放ちます。さらに2アウトながら満塁と攻め立てると、フルカウントから松山隆平がインコースの際どいボールを選び押し出しのフォアボールに。これまでも際どい球を全て白井球審にボール判定されていたこともあり、押し出しのボール判定にメッセンジャーの怒りが爆発。メッセンジャーは叫びながらマウンドを降り、白井球審に駆け寄ったのです。すると白井球審はメッセンジャーを睨みつけるような顔ですぐに退場サインを出し、アナウンスで球審の白井です、メッセンジャー投手を暴言で退場といたしますとメッセンジャーの退場を宣告。これに納得のいかない高大沢投手コーチは手を広げて不満をアピールし、続いて金本智明監督が猛抗議します。しかし白井球審は金本監督を威圧するかのような態度で接し続けたのです。試合後白井球審はメッセンジャーの暴言について、違う種類のことを言われたが具体的なことは言えないとコメントしており、具体的な内容は不明ながら差別用語を飛ばしたとされています。しかしこの白井球審の態度には阪神から NPB に謝罪の弁明書を提出され、ファンからも批判の声が殺到する事態となりました。白井球審をめぐる騒動がどれほど多いのかがよくわかりましたね。白井球審は以前から選手に対する威圧的な態度が問題視されていた審判員です。プロ野球の審判は瞬時に正確な判定が求められる大変な職業であることは理解できますが、抗議を受けて感情的になる審判は不適切だと感じますし、白井球審にはもう少し大人になってもらいたいと感じますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。